クリスチャン七世、クリスチャン七世、クリスチャンセブ七1749年1月29日から1808年3月13日は、デンマーク・ノルウェーの王、在位、1766年から1808年。フレゼリク五世と、その最初の日で、イギリス王・ジョージ二世の娘であるルイーズとの間の、息子として生まれ、1766年1月14日。 不王の死により、王位を継承した。幼い頃の言動はすべて、クリスチャンが愛嬌のある性格と、ただならぬ才能を有していたことを示していたが、粗暴な教育係でトレフレベントロー伯爵による、ひどい教育と一貫した暴的なしつけにさらされ、悪い取り巻きによって、救いようのないほどに堕落した。そして、彼は、高い知性を持っているように見え、確かに明晰な時期もあったが、 おそらく統合失調症のような深刻な精神病に悩まされていた。1766年、イギリス王大使、フレデリック・ルイスの娘で10枚のカロリーネ・マティルデとの結婚の後、クリスチャン7世は最悪の不節生にふけた。特にランチキ騒ぎである。彼は公にカロリーネ・マティルデ王妃を愛せないことを宣言した。理由は、一人の妻を愛することは時代遅れ。 アンファシャナブルだからというのであった。彼はすでに狂気に陥っていた。このことはパラノイアや統合失調症、幻覚などの症状からわかる。クリスチャン七世はヨハンフリードリヒ・ストルーエンセを起用するとその言い名になった。ストルーエンセは1760年代の終わりから権力を増していった。王に無視された孤独な王妃、カロリーネ・マティルではストルーエンセと関係を持った。 この結婚で、二人の子供が生まれた。後のフレゼリク六世とルイーセ・アウグスタ王女である。しかし、ルイーセ・アウグスタは、ストルーエンセの子であると信じられている。肖像がその説を強化している。1772年、クーデターが起き、王とカロリーネ・マティルデとの結婚は解消された。同じ年に、ストルーエンセは逮捕され、残首の後に、遺体は、車先にされた。 中世のような残酷で支援の入り乱れた処刑方法に欧州各国は非難の声を上げた。しかし不義を犯した王妃に同情の声はなかった。クリスチャンはストルーエンセの逮捕状の署名に無関心であったが、父方の祖母、ソフィー・マフラレーネ王大号が圧力をかけた。彼女は王の離婚を勧めた。クリスチャン7世は1772年以降は名目だけの王となった。 1772年から1784年、クリスチャンのママ母ユリアナ・マリーへ、身体障害のあるイボテイ・フレゼリク王子そして、政治家のによって通された。1773年には、同盟関係にあるロシアのエカチェリーナ2世より、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公の地位を返還されたが、これも名目上のものであった。1784年以降は息子・フレゼリク六世が、 セッ王大使として統治した。このセッ時代はナポレオン戦争の始まりまで続き、自由と農業改革とで特筆される。クリスチャン七世は意外にも国民から好かれ絶大な人気を誇っていた。ストルーエンセが逮捕され、クリスチャン七世が解放された時、彼は市民から歓喜の声によって迎えられている。対外政策においては、 デンマーク海上帝国の保持が特徴として挙げられる。特に植民地帝国としてその覇権を築いたイギリス帝国との友好はデンマークの海運帝国の黄金時代をもたらている。またアイスランド、グリーンランドを支配し1774年には王立グリーンランド貿易会社が設立されるなどデンマーク経済の繁栄の時代であった。しかしこれらの繁栄の時代は クリスチャンの晩年に暗転し、ナポレオン戦争によるイギリスとの対立で衰退への道を歩んでゆく。また、スウェーデンとの宿命の対決をめぐっては、ロシア帝国と同盟を結ぶことで、スウェーデン包囲網を形成した。しかし1769年にロシアと同盟を締結したことは、デンマークのロシア依存を深めることとなった。クリスチャンの知性は、 デンマークの外交政策はハンスウェーデンで一貫しており、彼に代わる摂政や政治家たちに継承された。このことはスウェーデンがフランス王国への依存を深めさせることにもつながった。1780年アメリカ独立戦争においてイギリスに圧力をかける武装中立同盟にロシアの誘いを受けて化する。 この同盟にはスウェーデンも参加していたが、デンマークはスウェーデンを同盟から排除することに失敗した。この同盟は、長らく友好関係を築いてきたイギリスとの不信を真似ことになった。1800年にも二度目の武装中立同盟に参加するが、これが結局、イギリスとの深刻な対立に至り、デンマークの衰退のきっかけとなる。また、ロシアとの同盟は、 デンマークにとって有益なものであったが、いずれもスウェーデンに対する敵意のために有効に活用することができなかった。デンマークは大北方戦争では勝利者とは言えない立場になったので、常にスウェーデンへの復讐を目論んでいた。しかし、すでにデンマーク一国でスウェーデンに対抗できる国力博、ロシアの軍事力に依存するしかなかった。1788年、 スウェーデンのグスタフ3世が起こしたロシアスウェーデン戦争においてもロシアとの同盟上戦線復刻するもグスタフ3世が反撃に出るとイギリスプロイセンの外交的圧力を受けて撤退を余儀なくされているしかしこのロシアとの同盟のおかげでデンマークはグスタフ3世のノルウェーに対する野心を諦めさせることができており戦争の終結は デンマークにとっては面目が立つものであったと言える。デンマークの外交の指針は大国イギリスロシアとの友好関係であり、後にはフランス帝国へも接近し、これがデンマークの北欧における地位を支えていた。こうした列強への依存に終始する外交政策はデンマークのヨーロッパにおける地位を低下させていった。王妃 カロリーネ・マティルデとの間に一難かずめを設けた。ただしルイーセアウグスタのジップは、ヨハンフリードリヒストルー・エンセだと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。